新選組の山本太郎代表が成田悠輔氏の発言に言及したとのことですが、大ブーメラン直撃のツッコミが殺到し大炎上しているようです。成田氏と山本代表の発言内容と主張、批判する山本代表の過去の不適切な発言など、ネットの山本代表への辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。令和新選組代表の山本太郎参院議員が15日の参院予算委員会で、岸田文雄首相に経済学者の成田悠輔氏が過去、少子高齢化問題をめぐり、唯一の解決策ははっきりしていると思っていて、結局、高齢者は老害化する前に集団自決、集団切腹みたいなことしかないなどと、人権を軽視するような発言したことに対する見解を正しました。山本代表は、今、社会には高齢者の集団自決、集団切腹すべきとの言説が存在します。先民意識、優生思想の塊、あまりにもひどい言論で私は許せません。総理は、少子化問題の解決のためには、高齢者は集団自決、集団切腹するべきとお考えになりますか?と質問。意表を突かれた岸田首相は、全くそんなことは考えるべきではないと思います。いきなり、私の常識からは外れたご指摘でありましたが、ちょっと解釈に。理解しましたが、全くそんなことはないと認識いたしますと、驚いた表情で答弁しました。また、社会やネット上などで、成田氏の言説が踊っているとして、全くもって不適切であると、総理から国民に対して宣言していただけないでしょうか、と山本代表が迫ると、岸田首相は、どなたがおっしゃったか背景はわかりませんが、今お聞きするにあっては、極めて不適切な発言と感じております。と述べました。山本代表は、そういった言説が社会で支持されるのは異常と、キリンが成田氏の広告起用を取りやめたことに触れ、政府がこのような考えを持つ者をありがたがって、仕事を与え、飯の種を提供する。政府が取引がある。仕事をしている実績を作っていることが問題と指摘。成田氏の高齢者への発言後に、農水省が広報番組に起用し、ネット番組が配信されたと指摘。農業従事者の7割は65歳以上の高齢者。この7割の方を切り捨てたとしたら、日本の農業は終わりです。農水省の人選大丈夫ですか?と指摘しました。また、財務省の広報誌、ファイナンスの昨年7月号の記事に成田氏が登場し、主計局や主税局の課長と対談したとも述べ、山本代表がこれらの起用は適切でなかったと認めていただきたい。政府の顔、省庁の顔に使ってよいのか。これはまずいんですね、と再び迫ると、岸田首相は、起用した経緯は、承知しておりません。いずれにせよ、先ほどの発言は不適切である。これは強く感じます。確認をして判断すべきだと思います。と重ねて強調していました。岸田首相は、一般論として、広報活動においての人選においては、より慎重でなければならない。慎重に検討すべき課題としています。一方、財務省側は、成田氏の発信力や、経済への見識や実績を踏まえた起用だったと説明。問題の発言について賛同したものではなく、対談記事の冒頭、その表現はまずいものだと述べ、成田氏からも良くなかった。やめたという発言があり、ご指摘の言動に賛同していないことを明確にしていると、事前に把握していたことを明かした上で釈明しました。山本代表は、民間企業は広告で使うのをやめたが、
その事象を分かっていながら財務省を起用し、冒頭で言い訳をさせた。分かった上で起用したなら普通では済まないのではないかと指摘し、省庁として起用は不適切だったと認めるよう再三政府側を正しました。ニュースを深掘り。というわけで、山本代表が経済学者の不適切な発言を批判し、岸田首相に見解を正したということでしたね。山本代表は発言内容について許せないと批判していますが、ネット上では令和山本太郎が成田悠輔氏の不適切発言を国会で取り上げて支持者が大喜びしてますが、山本太郎こそ不適切発言しまくってブーメランなのに、山本太郎もその支持者も恥ずかしくないんでしょうか。不適切発言をしたその民間人を起用した農林省はどうなってるんだと言いたいそうですが、なら不適切ばかりしてる人間が集まってる令和という政党はどうなってるんだと、またまたブーメランですよね、などツッコミが多く見られています。実際不適切な発言といえば、山本代表もつい先日立憲民主党の米山隆一議員を痴漢扱いするような発言をしていました。これは10日に行われた令和新選組の山本太郎とおしゃべり会というイベントの中での発言で、参議院政策委員長の長谷川ういこ氏と共に金利を上げる政策について、そんなことをしたら資金繰りに大変な中小企業がもっと大変になるよという話をしていましたが、山本代表から話を振られた長谷川氏は、山本代表に同意しながら、私はしょっちゅう絡まれてまして、誰とは言いませんが、立憲民主党のかの有名な方に絡まれてる。その立憲の人は令和は間違っている。今は金利を上げる時だと言うんだけど、そんなことをしたら、大変なことになる。大変なことになると分かってないなら経済音痴だということ。だただでさえ、経済音痴の自民党がいるのに、もう一人の経済音痴に政権を渡せますか。だから、令和新選組は、立憲民主党とは手を組めないと言ってる。もちろん、立憲が考えを変えるなら話は変わるけど。だから、ツイッターでやりたくもないバトルをしていると語りましたが、これに山本代表が何なんですか。そんなういこさんに痴漢みたいに絡んでくるやつがいるんですか。それは看過できませんね。財政のことでケチをつけてるように見えて、痴漢行為がしたいだけじゃないかなって思っちゃうんですけど、どなたか存じ上げませんが、と応じ、名前こそ出ていませんが、これまでの経緯を踏まえると、明らかに米山隆一議員と思われる人物を中傷していました。また、過去2008年7月20日放送の読売テレビ、タカジンのそこまで言って委員会で、竹島は、韓国にあげたらよいと発言し、ネット上で批判が集中したため、同日ブログに謝罪文を掲載していたり、2017年3月2日の参議院予算委員会では、森友学園問題について、安倍晋三元首相に対し、妻の安倍昭恵さんをロッキード事件とかけて、アッキード事件と皮肉る発言をしていました。この発言に対し、安倍元首相は、その言い方は限度を超えている。人の名誉を傷つけるために委員会を活用することは、極めて不愉快だと抗議していました。さらに、福島第一原発事故をめぐる言動でも、2011年11月5日の BS ジャパン、デキビジ、ニコニコ生放送でも中継にて、東日本女子駅伝を中止に追い込みたい、復興しましたよ、って、アピールのためだけの行事などと発言。これに対して、主催者である東北陸上競技協会理事長が、放射線量も毎週計測して大丈夫だという判断になっています。駅伝なので走る時間も限られている。復興の象徴として盛り上げようとしているのに、
この発言は風評被害になりますよ。福島県民に対して失礼なんじゃないかと発言していました。そして自身がツイキャスにて2013年10月24日に配信したライブ映像の中で、べくれてるんやろな、国会議員に出すお弁当は、と発言。この配信はニコニコ動画に転載され、コメントでバッシングの嵐となりました。山本代表は取材に対し、べくれてるというのは放射能汚染されているという意味で使っていますと述べていました。これらもほんの一部であり、よくもまあ、他人の発言にどうこう言えたものですね。山本代表のあまりにも不適切な発言に、国民の堪忍袋の尾もすでに切れていますよね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。特定個人の過去発言を国会でやり玉に挙げるのって怖いよね。迂闊なことは言えなくなってしまう。ある意味、恐怖政治。山本太郎は、能登地震の被災地に向けて、私は、自公維新以外は助けますって言ってたから。じゃあ、他はんでもいいのかって思ったけど、この発言も許せないよな。山本太郎が不謹慎発言している現実を棚に上げて成田氏を批判する感覚がわからないです。山本太郎の国会、委員会での振る舞いが国会議員にふさわしいのかと問われたら問題ありすぎるとしか言えないと思います。なぜ、当選できるか理解に苦しむ人の一人です。他人の発言に対して、けしからんと騒いでいるくせに、人の命を軽視しているのは、どこの代表かな？令和に質問時間与えるの無駄。予算委員会趣旨分かってないないから。過去発言を掘り起こして問題提起するのはどうかと。無意味な混乱はやめてほしい。まさに、おまゆうですよね。国会議場で、生前の安倍総理に向かって、喪服で数珠を握って拝み倒したパフォーマンスはどうなんだって。ブーメラン脳天直撃ですね。あれ元の番組見たら、年寄りは腹切れって言ってるんじゃなくて、80とか過ぎて権力にしがみつくんじゃなく、引退して後の人に席開けてねって言ってるだけだったわら。それをネットでは、年寄りは集団切腹しろって言ってますよ。いいんですか？みたいな言い方するの、ほんまたち悪いな。分断を積極的に煽っていくスタイル。政治家が、一個人のしかも犯罪でもない発言を取り上げて、こいつを起用するのはおかしいっていうのってやばいな。国会の予算委員会という一般人が、反論も弁明もできない場で、国会議員が一般人である成田氏の発言を取り上げて吊るし上げるという今回の構図に、共産党党大会で県議を吊るし上げにした田村智子委員長のパワハラ発言が重なりました。この辺の方々は、自分と違う思想の人間の人権は侵害しても良いという考えが根底にあるんですかね。じゃあ、国会で問題行動、問題発言をしている山本太郎さんは国会議員辞職に。成田発言って確かにポリコレ定食問題で不謹慎とは言えるのだけれど、で組の方たちの一連の発想よりよっぽどマシだと思いますよ。国や社会が高齢者を処分するような話は一切してませんからね。あくまで高齢者ご本人の自己決定に委ねる主張なのです。過去の不適切発言で起用をやめるべきというなら、山本太郎は過去の福島風評被害発言の責任を取って政界から去るべき。国会で
総理や閣僚の言質を取るための場違いなことは昔からいい加減にしてほしいと思うし、こんな方々に国政任して歳費を払ってることを恥ずかしく思いますね。それこそ本人を正しに行けばいいのにね。山本太郎の気に食わない相手の人格否定と言論弾圧が正義の左翼体質こそ問題。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？まあ、山本太郎と成田氏とは IQ が違うのでしょうがないですね。何度も指摘されていますが、成田氏の主張は、日本では企業も政治も年寄りが権力を握ってなかなか手放さないということを大きな問題だということ。確かに、だから集団自決しろは言い過ぎですが、ある程度の年齢になったら一線を退き、若い人に譲っていくことが必要ということに反対だという人はそれほど多くないのではないでしょうか。過去に仕事の依頼先の選別と相手の思想心情は全くの別って話なら脱皮騒動の時に明確化されたのではないでしょうか。むしろ山本代表の質問自体が内心を勝手に憶測して仕事や権利を奪ってもよいと言ってるように感じる。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録、よろしくお願いします。